シノワが 69.537、 現在3種目を終わった選手の中では最高点をマークしています。そのシノワは第5ローテーションでは休憩を取って、最後の第6ローテーションでは跳馬に登場します。この大会は団体の規定で平均台 10.0 を出しています。シルバー各種目一斉に第5ローテーションが始まりました。優勝を狙うシルバスは平均台、これは手通りということでしょうかね。そうですね、手通りのまま回転していく、この技も面白いですね。143センチで35キロ団体優勝の立役者になりましたルーマニアのシリバス、17歳。ここは両足にくれから決めましたね。そうですね、両足の着地になるんですけどね、このシルバス選手はこれがお得意でですね、かなり軍団に入ってきてますけれども、団体の自由では 9.575、 私らつきましたね。あのぐらい出ますとどのぐらい減点されますか。引かない人もいますけど、1秒ぐらい引きますね。3回シリーズ入れました。技の後始末がちょっとまずかったですね。シリバスは3種目目、後方の抱え込み2回宙返りよりシリバス決まりましたね。ただ空間でね、足の開きが見られたのはちょっとね、これが審判に見れましたでしょうかね。この開きですね、足のこの開きが見えるか、はい、でも着地はうまいですね。変は後ほどご紹介しましょう。イエンチェ東ドイツ、これは後方宙返りしてから堤防にね、はい、持つというこの新しい技ですね。イエガー宙返り、何か飛びましたね。もしかするとリボンかな。ああ、そうかもしれませんね。ひねりを加えました。現地の段違い平行棒、この宙返りした後にね、ぶら下がった状態がもう下であるとやはり減点対象になるんですけれども、この浮き沈みの状態でね、ひねるというのは難しいんです。優勝争い中にいますオメリアンチクは段違い平行棒、チンガーさらには上回から一回り間で宙返りが入ってますね、はい、この人のお得意ですね。ひねってます。ひねりは2回、オメリアンチク段違い平行棒、ちょっとひねりが不十分でしたね。ここは決まりました。そして宙返りが入って、こういうふうにね、間に宙返りが入ったりするっていうのは、やはり加点要素になるんですね。やはり運動は間でも外でもいろんな演技をしなきゃいけないっていうふうになってますからね。さあ、ドブレです。勝負です。決まりました。よくつけてますしね、ひねりもね、完全にひねりきって着地でしょ。これはまた10点出るかもしれないですね。
安心感がありますね。あ、10点が出ました。やっぱり出ましたね。ロブレの跳馬、この素晴らしさをもう一度ご覧ください。10点ということはもう理想の形ということですね。そうですね、ちょっと足の開きが見えるんですけどね、瞬間ですのでね、あの審判に見れないんですよね、この部分が。こうやってスローで見てやっと分かるっていうぐらいで、10点取ってももう一回行いますね。今度もかなり良かったですね。良かったですね。ロブレが大会を通じて21個目の10点満点を出しました。なお先ほどご覧いただいたオベレアンチクの男子外平行棒は 9.875。さて床です。王京園、中国は3選手が個人総合に残っています。ひねりは3回です。はい、3回ですね。かつて、まあ、遠光などスター選手を生んだ中国、この大会まだメダルがありません。後方の抱え込み2回宙返り、フロアの色とね、ユニフォームが、ほとんど同系色なんですよね、はい、だから他の選手がほとんど来てないんで、かえってこの選手目立ちますね。身長が155センチあります。中国のユニバーシアード代表選手でした。そして今年の国内選手権では中国ナンバーワンにもなりました王行燕19歳。後方の抱え込み2回宙返りはラインをオーバー、マイナス 0.1。 この 0.1 っていうね、はい、減点が厳しいんですよ。あの加点要素ってボーナスポイントは、ね、0.1 と 0.2 で合計 0.3 あるんですけども、やっと取れるか取れないかって時に、ね、簡単に 0.1 を失うわけなんですね、1回のラインオーバーで、はい、バイトワです。ソビエト2回目、1回目は 9.875、 もしかすると2回ひねるかもしれません。やりますか。どうですか。やりましたね。ちょっと着地は前に来ましたが、1回目が 9.875 ですから、今度は思い切った2回ひねりを見せてきました。ロンダドから後方の2回、9.875 という得点、やはり1回目と同じです。が前に出てくるというのは減点が大きくなりますね。これで第5ローテーションが全て終わりました。競技を終了したのは第1班、篠田選手などがいるグループ、それから第4班、この2つのグループ、残りの2班は第6ローテーションで最終種目を行います。後ほど演技を終えました12人の選手の得点表をご覧いただきます。
2つの班12人の選手は4種目すべての演技を終わりました。そして終わった選手の中でトップがご覧のようにオメリアンチク 78.700、 そして2位が東ドイツのトゥムラーです。そして3位が同じく東ドイツのイエンチェ。日本選手ではデオが第10位、そして篠田選手が第11位です。そして残る4つの班24人の選手が最終の演技に臨むということになります。まず西ドイツのウィルヘルムからご覧いただきます。ゆかです。第6ローテーション最後のローテーションです。ムーンサルト、ひねりはこれ3回狙いましたね。3回狙ってますけどね、やはりちょっと不十分でしたね。次のシリーズはひねって続いて今度はひねりが2回、2回ですね。西ドイツのウィルヘルムのゆかの演技でした。ウィルヘルムも4種目全ての演技を終わっております。スローはこれは後転跳び2回連続からムーンサルトの最初のシリーズ。そしてこの場面はこれは最後でしょうか。あ、第2シリーズですね。床にはですね、はい、あの2回の宙返りを入れなきゃいけないっていう約束事があるんですね。2回目です。ズデバー、2回目です。塚原でしょうか。塚原跳びなんですけれども、抱え込みの、ね、1回ひねりが間に入ってますね、はい、よく走ってますよ。状態はちょっと浮かせて、あ、塚原ですね。第一局面でね、手をついた時にもうあの足の曲がりが今見えましたね。この時からもうきっかけをつく、ここ見えますね、はい。やはり瞬間はね、あのやはり心身体制で足が伸びた状態を見せるのがいいですね。 9.825。 ドルバはトータル 78.087 で4種目終了です。終わっている選手の中では第4位に入っています。さあ登場しました、段違い平行棒。ドブレがこの段違いで高得点が見たいですね。銀が トカチェフ、後方の高安に2回1位が入るより素晴らしいですね。倒立で車輪から倒立をしましてね、はい、1回ひねりから折り絵持っていくのは高度の技なんですよ。大きな拍手をファンから受けますが、何かこの大会の人気者のというような感じがありますね。ルーマニア、ドブレはあのこの選手ね、美人だってね、みんな言ってるんですよね。クリクリとしたね、かなり人気持ってますね。拍手もすごいですね。
体操の美人上手ですもありますが、有力候補ですね。そうですね。ルーマニアのね、役員たちもね、この選手は美人だ、美人だと、もう最初から言ってましたからね、まあ、そのこともあるかもしれませんね。得点が表示されまして、9.975。ドブレ。終わった段階では単独トップに立っています、79.650。そして画面は韓国に移りました。キム・ウンミ、韓国勢は2人が個人総合に出場しています。団体オリンピック出場を決めた女子、むしろ男子の方が有力と言われていたんですが、女子が頑張りましたね。韓国は。そうですね、男子は残念ながら個人出場になりましたね。そうですね。キム・ウンミ、後方の屈伸2回宙返り降り、無難にやりこなしましたね。サボーの得点は 8.850。 しかし今度の韓国女子の活躍は来年のソウルオリンピックに向かって大きな自信になったでしょう。そうですね、この1年のさらに飛躍を期待したいですね。そうですね、同じアジアとしてやはり頑張ってもらいたいですね。さあ篠和です。着地はまずまず、ちょっと動きましたんでね、やっぱり一部は引かれますね。ブラボミメ、ブラボミメ、ブラボミメ。このね、シュシノワ選手はですね、跳馬を最も得意としてるんです。はい、あのユニバーシアードの時にはね、この今1回ひねりしましたけど、これを宙返りのなんか1回が2回寝てるんですよね。それを今日やるかどうか、個人総合狙ってますからね。どうか。さあ今度はシリバスをご覧いただきましょう。ルーマニアのシリバス、最後のゆかの演技、ムーンサルト、高いですよ。場内には篠和の2回目の跳馬開始で拍手が送られています。こちらはシリバス、この連続もいいですね。はい、こういうね、関心を引きつけるっていうんですかね、こういう個性的な動きっていうのは本当にルーマニアを面白く作ってますよ。さあシリバス、ムーンサルト、フィニッシュ。4種目で全員終わりました。ルーマニアのシリバス、今ね、最後に着地で少し触れましたからね、それで一部引かれるか、どうでしょうね。なお、シュノは1回目の跳馬の後、これが2回目ですが、1回ひねりですね。9.950。 1回目が 9.9 でしたので 9.950 が採用されましたが、ドブレのトータル 79.650 には追いつきません。ドブレの優勝が決定しました。シュノはわずか 0.163 及びません。トータル 79.487 です。これでソ連が女子の個人総合のタイトルを落としましたね。この世界選手権の女子の個人総合を見ておりましても、ソ連勢が7連勝中だったんですが、
これは大変ですよ。女子の個人総合すべての演技終わりまして、ご覧の結果です。ドブレルーマニアがトータル 79.650 で優勝です。2位がシシノワ、そして第3位が同じくルーマニア勢のシリバス、4位がバイトアという順位でした。今日は解説国際審判員の坂佳代子さんにお願いしてまいりましたが、ルーマニア勢またまたやりましたね。やりましたね。まだ15歳の長なんですけども、4種目演技をずっとご覧になりましていかがでしたか。やはりね、安定してましたしね、それから歓声を引きつけるっていう雰囲気が上手なんですね、この選手は。なるほど。やはりそういうところが強みで今回は勝ち取ったような気がしますけれども、体操の世界の女王の座は15歳のドブレに輝きました。女子の個人総合でした。そして明日はいよいよ男女の種目別の決勝が行われることになっています。今日は解説国際審判員の坂佳代子さんにお願いしました。どうも長い間ありがとうございました。どうもありがとうございました。